自分がやりたいって言った時は無名すぎて相手にもされてなかったですけど、今回ディープ対抗戦1ラウンド KO、 次成り上がり2、9月に大阪であるんで、そこで矢島選手よろしくお願いします。ありがとうございました。バッドピース源太郎、絶対これ作ってやろうって決めて出たんで、やっとたどり着いたなと。ディープ対抗戦で衝撃の KO 勝ち。スペシャルって言っても、まあ、過去の話なんで、若手の自分が矢島選手倒して世代交代してる話。復活のチャンピオン矢島直也、ボクシングをようやく披露できるんだなっていうところでメラメラ燃えました。ボリューム1はまさかの敗北。もういくら舐められてもね、これもしょうがないなと思って。本当に勝つか負けるかなんで、負けたら本当に終わりだと思ってますし、勝って無敗で登っていかなきゃいけないと思ってるんで、常にやっぱ本気で信じてますね。僕がライジンに出るっていうのはもうずっと信じてるんで、そのためのルートだと思ってますね。元 WPMF のチャンピオン、もう一個やつなんだっけ、周拳だよ、周拳な、周拳のチャンピオンだったらしいんで、まあ正直どうせ自分もプロのでかい舞台でやるってなった時に、遅かれ早かれそういう実績ある選手どんどん食っていかなきゃ上いけないんで、まあその時が来たなっていうだけです。復活か、それとも世代交代か。源太郎は俺の持ってたベルトをさ、ちょっとバカにしてたけど、そんな簡単じゃねえからベルト取るの。まあやって分からせてやっから、思いっきり打ち合おうぜ。負けたら引退とか言ってたけど、お前、俺が引退渡してやるよ、待ってる。源太郎 VS 矢島直也、第19試合、株式会社 T デコレーションプレゼンツ、バンタム級キックボクシングルール3分1ラウンド、源太郎 VS 矢島直也。青コーナー、矢島直也。復活のチャンピオン矢島直也、ここを起点に復活の。赤コーナー、源太郎。ここまで急成長を遂げていますバッドプリンスこと源太郎です。これ楽しみやな。そうですね、源太郎はめちゃスピードありますからね。強いの？強いです。2人とも矢島は元チャンピオンで、日本チャンピオンで、源太郎は今上がってきてて、今ノリに乗ってます。バチバチやな。この間も MMA のファイターを KO しましたね。もう秒殺やったっすね。ラウンド1、ここまで成り上がりシリーズ全勝中という面白い。ここで矢島出る、しかし押し返していく源太郎。さあ第1キャリア攻撃、さらにパンチも攻撃、左源太郎、左ストレートを放っていきました。サスポースタイル、一方ローキックから前に出るのは矢島もそう、そしてクリズボー倒していきました。ムエタイの元王者でもあります矢島、左放っていきました。お互い一旦突き放していく、お互い覚悟決まってるな。そうですね、ボディから右フック、そして左の右が、左の拳パンチを放っていきました。左蹴り、しかしここはその攻撃を受け止めている矢島、そして左のハイキック、源太郎前蹴りを出していきます。源太郎のパンチキレあるな、じゃあそしてまたスピードもあるんですよね。矢島もパンチあるんですよね。はい、そして矢島がチャンピオンというものはどういうものか、ここで見せてやると意気込んでいますが、さあ前に出る、右のハイキックを出しました矢島、そして右のハイキック、矢島左、さあここで源太郎もパンチを返していきます。膝蹴りを返していく、お互いに膝蹴りを打ち合ってます。源太郎選手は速いですね、動き。そうですね、はいはい、やっぱりスピードが持ち味でもあります源太郎です。いいですね、今のミドルはガード、はい、仕上がってるもんね。そうですね、そしてインローから矢島が近づいていきます。右のフックを放っていきました源太郎、左だ、カウンターを放っていきました。そして膝に対してカウンターを左、お左放っていきました。うまい、鼻から止血が見られます矢島。腹効いたんじゃない。さあ源太郎胸板にボディに蹴りを見舞っていきます。ミドルキック1分半ありますからね、あと凄まじいスピードを見せています両者。左キック、源太郎が左キック、矢島の顔面を捉えました。そして矢島も前に出ます、そして前蹴りから入っていく左、
パンチを放っていきました。源太郎です。前に出てきた矢島に対して当てていきました。コーチ CO、 ウェイタイの元チャンピオン相手に源太郎がこの戦いですよ。まあレベル高いですね。あと1分、ラスト1分。左を放っていきます。右左コンビネーションブロー、左ー、そして三日月放って、さらには膝蹴り、あれハイキック危ないですよ。膝蹴りを放っていく、天下を放っていきます。源太郎です。そして右のストレートを放っていく矢島。さあそして左ジャブの掛け合いになっています。ストレートいいね。そして右のパンチを放っていきます。また左ジャブから右ストレート伸ばして左キック、矢島残り時間30秒になる、飛び座放っていきました。左のストレートを出していく矢島に対して源太郎、左ストレート、しかしボディ矢島、膝蹴りを放っていきます。源太郎後ろ下がって膝、少し笑みを見せました。矢島が前に出ます。両方辛いですね。角度変え左、そうですね。さあ最後の最後まで力を振り絞っていく、最後のコンビネーションブロー、源太郎膝蹴り、右のストレート放った、おってきた左だ、さらにはミドルキックを出していく、近い距離。さあそして前蹴りも放っていった、源太郎でありますが、最後は左のジャブ放っていきました。矢島、矢島は出血が見られます。ただいまより判定に入ります。強いでしょ、キレがあって、キレあっていいよ。かなりスピーディーな展開になりましたが、内山さん、はい、改めていかがでしたでしょうか。いや、やっぱね、お互いレベルの高い試合でしたね。特に源太郎選手23歳で、はい、やっぱ動きもいいし切れてるんで、まだまだ強くなる可能性もものすごく決めてますね。そしてチャンピオンの実力を見せようとしたこの矢島ではありますが、左のフック、これ源太郎のパンチが当たっています。いや、西岡さんいかがですか。いやー、源太郎選手のね、パンチのキレは本当すごかったですね。でも矢島選手も下がらずに、そうですね、すごく面白い試合でしたね。まさにスピード勝負ではありました。それでは判定です。判定の結果をお知らせします。ジャッジ神戸、赤源太郎。まずは源太郎です。ジャッジ甘い、青矢島。矢島にも上がりました。そうでしょ、そうなの。ジャッジ鶴田、赤源太郎。2対1スプリットデッションです。以上2対1をもちまして、源太郎が赤コーナー念願の矢島戦勝利を収めました。源太郎、なんと矢島ですが、これで成り上がりシリーズ連敗ということになってしまいました。今週を厳しいですね。まあでも格闘技は、まあどの世界もそうですけど、はい、特にね、格闘技は負けはきついですね。そして、まあ、前回コツドンでやってない。そうですね、はい、いわゆるそのパンチのみのルールで戦って、はい、そうですよね、はい、で今回本職のルールやったんで ね、 そうですね、勝ちたかったですね。そして青木選手、はい、まあ、なんといってもウルフルズのギタリストでありますウルフル圭介の息子というのが源太郎なんですけどね、はい、見事勝利しました源太郎選手には株式会社 T デコレーション代表取締役、運動能力高い高橋康明様よりトロフィーが、間違いないですね、成り上がりがあるリナさんより勝利者賞金30万円が贈呈されま す、はい、30万ですね、いや30万ですか、まあまあ普通のプロファイターより全然いいですからね、ファイトマネー。確かに、当時俺も欲しいよ。それでは源太郎選手より一言お願いいたします。さあそれでは源太郎です。こんにちは、源太郎です。ありがとうございます。僕はまず第1回の時から矢島選手とやりたいって言ってこのオーディションを受けて、第1回大会出てディープ成り上がり、ディープ対成り上がり出て全部勝って矢島選手にたどり着きました。そして今日矢島選手っていう壁を越えることができて、矢島選手は実績もすごくてプロでベルトを持ってるんですけど、そういう選手を倒さないと俺は浩二さんみたいに、いや浩二さん超えるぐらいになりたいと思ってるんで、俺が成り上がれないと思って俺から指名しました矢島選手を。今回勝てたのは大阪までセコンド来てくれた優斗先生とチカトと、あと応援してくれた方々のおかげだと思ってます。ありがとうございます。最後にオーディションでめちゃくちゃ目立ってたくせに試合に来てない歳三くん、
星澤くん、ボリューム3で成り上がりボリューム3で会いましょう。ありがとうございました。前回パンチのみによりますスタンディングバウトルールで、矢島選手に勝ちました歳三選手で、はい、ブレイキングダウン出てますけれども、その歳三選手に先制ですね。いやー、歳三より上行ってほしいですね。もう全然、もう歳三なんか相手せずね、はい、やっぱりでも自分が追い続けてきた矢島選手を倒した相手だからっていうところもあるみたいですけど、いやー、もう歳三相手せんでいいでしょう。おもろないんでね。じゃあまあでも、うん、まあまあ本人がやりたいならあれですけど、はい、でももっともっと高みを狙っていってほしいですし、やっぱり俺は矢島選手もね、同世代ですごい見てきた選手なので、はい、まあ、その選手に勝ったからにはね、はい、もっと高みを目指してほしいなとは思います。はい、まあ、なんといっても源太郎選手の師匠がですね、渡辺優斗という選手、ライズで、ね、活躍していた選手で、さらにはその前には極真でも活躍していた選手でもありますけれども、その渡辺優斗さんの指導のもと腕を磨いている源太郎選手、見事成り上がりシリーズこれで、全勝のまま、対抗戦も含めまして、3戦全勝ということになっています。この舞台で成り上がりを体現するのはどっちだ。チームワン所属のライキです。シギリって全然誰か知らんくて、今オーディションの映像を自分見た時にあばら骨を折ったみたいな感じで、なんかまた試合中にでも折れたら困るんで、まあそこで俺からプレゼントでカルシウム取ってくれってことで渡しました。エクサレスジムから来ました、チギリです。こんなプロテインとか渡すこと考えてる時間なんて練習しやんみたいな感じですね。美味しいなと思いましたね。完全に戦ってる土俵というか、まあ、そういうのがちゃうなと思うんで、まあ、食ったろうかなと思ってますね。勝っても負けてもこうファンを魅了する試合にしたいなと思ってます。今回は引き出しが多すぎて何で遊んだろうかなみたいな感じですよね。成り上がりを体現したいです、格闘技で。村井君も食って美味しい試合にして僕が成り上がったろうかなと思ってます。もう今回はほんまに特攻でちぎりを倒します。千秋さんの大ファンで、僕が勝った時にはステージ上がってきてもらって一緒に写真撮りたいです。千秋さんおるんですか今。あれ千秋さん、千秋さん、千秋さん。来季 VS ちぎり第5試合、両肉問屋プレゼンツライト級キックボクシングルール3分1ラウンド、来季 VS ちぎり。セコンドには木戸康弘選手がついています。本当ですね、木戸さんがいてるのは、青コーナー、まあ、普段チーム1で練習してるというところなんでサポートに入ってますね。まずは青コーナーからちぎりです。赤コーナー、ライキー。そしてこの成り上がりにおいてハングリーな男が現れました、ライキです。青木さん、ライキどうですか。いや、どうもこうも始まってなくないですか。まあ、でも青木選手、ディープ VS 成り上がりでもご覧になってらっしゃいますけども、はい、はい、でもまだまだ、ね、まだまだ、うん、まだまだですよね、はい、まだ海のものか山のものかもわかんないですよね。このね、バレンさん、ちぎり面白いんですよ。おう、はい、こいつ面白いですよね、はい、でもさ、プロになる前にこういう場に出て戦績なく、はい、プロと同じことができるこれってめっちゃ得じゃない。そうですよね、俺はすごくそれ思う。その経験大きいですよね。大きいです。もし僕多分ボクシングこれやったら、世界チャンピオンになったと思いません先輩。いや、バレはなれない。バレは絶対なれない。厳しい一言が飛んでいますが。さあ、これから行われますこの2人の戦いです。両肉問屋プレゼンツライト級キックボクシングルールの争いです。さあ、来季は浩二選手率いるチーム1の所属選手でありますが、一方のちぎりも非常に好戦的な選手です。ちぎりはパワーありそうですけどね、蹴りを2段放っていきます。さらには前に出る来季です。そしてちぎりも右の、そして左の蹴りも放っていきますが、右のストレートを伸ばしていきました。ライキガードを固めていきます。ちぎり、そしてバックボールを見せようとしましたが、バックスピンキック。ライキこの二人バチバチだったんですからね。あ、効いた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 、放っていきます。前に出る
さあ、ライキャップ聞いた、ボディ聞いた、ボディ聞いた、ボディ聞いてんね、ねえ、もらっちゃったね、今もらっちゃった、うん、さあ、さらにはアッパーを出していきます。腰引けてる、杉里選手は急に止まったね、うん、そうですね、まあ、4点は本当に左サウスポースタイルに構えています杉里です。そして右出してきました、膝ライキがかなり効いてるですね。そして前に出続けるのはライキの方になりますが、いや、青木選手どうですか。いや、左ミドルが効いてます、ね、あ、そうですか、だいぶ腰折れてますもんね、ミドルを出していきます。しかし、サイドフック折って返していきます、杉里、右の服を出していきます。3分1ですからね、兄貴。そうですね、3分1、3分1ラウンドです。だからもうアグレッシブに行かないと、そうだね、コンビネーションブロー、右服を切りながらも前に出るライキ、膝を張ってきます、効いてるな、ボディに仕込んでいく、膝、うわ、効いてる、そして最後の大鳥木返した。しかしアッパーから右のミドルキックを出していきました、ちぎり。でも効いててもさ、前に出るっていう選択はいいと思わない。うん、いいと思います。俺は一番いい選択してるなと思う。なるほど、3分しかねえからな、そうですね、ただ残り時間はまだまだ1分20秒近くあります。さあ、ローキックを放って前に出るライキ、しかしこのミドルキックからさらに後ろに下がりながらもアッパーを放っていこうというちぎり。まあ、この2人は攻守を、はい、もう本当に試合前からバチバチでしたよね。バチバチだったですからね、でも戦いに出てますね。そうですね、そういう意味ではちょっとちぎりが今、交代しててちょっと疲れてるんかもしれないですね、はい、逆にあのライキからすればチャンスになってきますよね。ここは行きたい、もうあと50秒ですから、まあ格闘技で成り上がりを体現したい、そう話すのはライキの方です。さあ、そして足効いてんね、ローキック放っていきました、ライキです。しかし最後フック出していく、アッパーを出していく、チールビック、しかしローキックを出していきました。でもこう思ったら3分1ラウンドってフルでやったら疲れますよね。疲れる疲れる疲れる、これだけの手数がありますからね。30秒です、残り30秒になりました。前進し続ける、前に出るローキック、ローキックライキの攻め、ゼギルも出していく。1ラウンドでローでさ効いちゃうとかあるのか、ある、ね、あるんだ、ま、打たれ、打たれ慣れてもないな。バックキックを出すちぎり、あ、でも効いている、動きが止まったちぎり。さあ、ライキがどんどん詰めていく、このプレッシャ ー左リー、そして前に出る、お互いに拳を振り乱していきますが、右ノック、最後は右左と打っていきましたちぎりです。どうですかこれ、俺名前間違えてた、俺向こうが、お前さっきから逆のこと言ってた、そうそう、 俺ね、いや、青いパンツ履いてるから、はい、ちぎりが向こうかと思ってた、赤だと思った、ライキ選手ね、オッケーオッケーオッケー、そうだそうだ、ライキ選手が前にどんどん出てくるということですね、うんうんうん、バレンさんちゃんとして、すいません、はい、いやもう、ね、これ酒飲んでるからこいつ、内山さんどうでした。いや、僕ね、あのライキ選手が手数が多くて、はい、相手を下がらせてよかったかなと思いましたね、ちょっと最初序盤にボディ、そうですね、あの、はい、ね、でもちょっと、そう、ちょっと腹効いた、そう、ね、効いたよね、うん、青木さんどうですか。いや、ボディとあの足のダメージをどうするか、ね、どっちを取るかですよね、でも後半上がりはライキやったもんな、そうですね、だから創殺して前に出た分で赤じゃない、赤か、皆さんどっちですか。赤かな、僕は。赤、あ、そう、やべえ、俺チギ選手なんでバレンタインさんは、まあ、外すの基本だから、チギリ選手と、まあでもそんだけ割れるってことですよね。そうですね、では判定です。判定の結果をお知らせします。ジャッジ吉田、赤ライキ、まずはライキ、連勝はなるか。ジャッジ内川、青ちぎり、割れました。お、やっぱ割れるんだ、割れるっすね、これで1対1、今日だけは俺にかもしれない。ジャッジ高橋、赤ライキ、スピリット決勝、成り上がり連勝を決めたライキです。やっぱり俺は外すんですね、我々は全て外すからね。いや、あのチーム1としてコーチ CEO、はい、ライキがですね、はい、見事これで、バーサスディープから、まあ、バーサスディープといっても成り上がり同士の試合だったんですけども、はいはい、あの試合からですね、連勝ですよ。まあそうですね、でもあのちぎりも良かったですね、はい、第1試合目にふさわしい、盛り上がる試合をしてくれたなと、まあ判定も最初っ端はね、いいボディも入ったし、そうですね、ちぎりペースかなと思ったけど、後半よくライキが盛り返したなと思います、はい、改めて青木選手いかがでした。はい、
まあどっちもどっちですけど、なんか最後気持ちで競り勝った感じですよね、はい、前に出続けましたもんね、はい、来季はね、きつい試合よく頑張りました、そして見事勝利しました、はい、来季選手には成り上がりがある、はい、僕は彼のクリーンヒットというか、あの的確性の方が良かったんじゃないかなって、そういうふうに10万円が贈呈されます、まあ、ですからあの判定も割れましたけれども、内山さんどうでした、まあ、3分1ラウンドなんで、やっぱりもう技術というよりもやっぱもう気持ちの戦いですよね、はい、うん、なんでその中でやはり来季選手の気持ちが勝ったかなと、なるほど、はい、見事来季が勝利を収めています、勝利者賞金ですがこちら10万円になります、おー、3分1ラウンド、それでは来季選手より一言、はい、ね、お願いいたします、ね、来季です、皆さんまず応援ありがとうございました、まあ、この前のディープ第5戦ではなんか解説席の人もちょっとシーンとしてて、これじゃちょっと成り上がり俺次出れへんのちゃうかなと思ってたんですけど、まあ無事出れてこう勝つことができてよかったです、で、まだまだもっと面白い試合をしてこの成り上がりから本物のスターになったろうかなと思ってます、まあもっと強くなるんでこれからも応援よろしくお願いします、おっす、成り上がることにこだわり続けている男です、来季です、現在コーチを率いるチームワンで練習の日々を送っている男です、これで成り上がり連勝ということになりました、まあ、本当にこの来季選手、レイヤー選手もそうですけれども、今回の対戦相手ちぎり選手もそうですけれども、とにかくよく相手から喧嘩を売られるというか、そうですね、もう場外戦が非常に多い選手ではありますよね、はい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 、まあ、よく若いなりに自分の見せ方とか考えてて、はい、努力家ですからね、地方から、上京して頑張ってるんで、はい、皆さん応援してあげてほしいですね、これから、はい、来季選手に求めるものっていうのはコーチ CEO から見て何ですか、やっぱり分かりやすい試合ですかね、はいはい、まあなんやろうな、まあ、もっと鍛えろって話ですね、もっと鍛えろ、はい、まだまだです、はい、青木選手何か言いたそうな感じですか、いや言いたくないですよ、ね、だってあの兄貴が分かりやすい試合しないなって分かりやすいですよ、殴られても倒れへんっていうそれが試合ですよ、失礼しました、そういうことでしたね、はい、ということで勝っても負けてもファンを魅了する試合をしたいという話をしている来季選手、これからどんな戦いを見せてくれるんでしょうか、はい、吉田の逃げダウンを取り返した、カメラを捉えた、さすがスタイル、しかし戦うシングルファーザー吉田陣、タイのムエタイチャンピオンで、もともとちょっと強すぎるやろって思ったんですけど、まあでも美味しいなって思って、ド派手な KO 撃を見せてきたプレイシュー、ありがとう、ちょっと待ち、村長長なった、逆戦のマナゴーアテクノスのシュー、しっかり倒して成り上がっていけたらなと思ってます、まあ相手の、まあ、癖やったりとかも初めて研究したりして、はい、ほんまに勝ちに行こうっていう練習をしてるんで、気合も入ってほんまに倒しに行こうと思ってます、与えられた試練を乗り越えることはできるのか、まあでも格上ってみんなが思うような選手なんで、まあまだまだ、まあ、無名な僕が勝った方がおもろいと思うんで、ちょっと新しい風を吹かせようかなっていう感じです、いよいよ決戦の時。イジファイ、コジさん、ボナッお願いします。ฉันจะเอาชนะคุณอย่างแน่นอน。です。吉田仁 vs ペットサムイ志村。第16試合、プリティマドンナプレゼンツ、アンダー62キログラム級キックボクシングルール3分1ラウンド。吉田仁 vs ペット寒い志村、今日はなんと元ラジダムナンスタジアムの王者を迎えることになりました、青コーナーペット寒い志村、二大殿堂の一つでチャンピオンになった男ペット寒い志村、赤コーナー吉田ジン、ここまで2試合続けてプロファイターたちを破ってきています、
戦うシングルファーザー吉田陣。いや浩二 CEO、 ムエタイの二大殿堂、その一つでありますラジダムナンのチャンピオンがですね、これすごいですよ、成り上がりきてやってきましたよ。であのヒートのね志村館長推薦で、自分見に行かせてもらったんですよ、めちゃくちゃ強かったですよ、こちらペットサムイ元ラジダムナン王者、そして一方吉田陣、まあ、吉田陣もですね成り上がりボリューム1であのディープに参戦しているプロファイター加藤瑠衣に勝って、でこの間の対抗戦でも勝ちましたからね。そうプロ2戦2勝ですよね。両ガに勝って、しかもいずれも KO 勝ちに来てますよね。パンチあるんですよ、ですからそういう意味では今の吉田陣にラウンド1ではこのペットサムイというのは的確な相手かもしれません。さあまずはローキックを放っていきました吉田陣です。赤いグローブ、そして左のジャブを放ちながら、おっと吉田陣が早くも右のミドルキックしてシャッパー、ペットサムイです。ヘッドサムイはテクニックを持っています。そしてカーフキックだ、カーフキック、何度もカーフキックを放っていく、右左ボディブラウン、そして膝蹴りも見せます。身長差があります、180センチの吉田陣に対して160センチのペットサムイですから、コーチ CEO 20センチも身長差あるんですね。でもまあ、もう全然関係ないでしょうね、身長差全然気にしてないと思います、この試合原口選手はどう見てますか。いやジンはね、まあ、僕の練習に来てくれたりしてて、結構思い出もあるんで勝ってほしいですね、はい、まあ、でも、どうなんですかね、ムエタイファイターの3分1って、そう、はい、それも楽しみ。そうですね、ムエタイなんかスロースタートのイメージ、そうなんですね、どう戦うのか。リードハイキック、しかしワンツーを返していきます、ペットサムイ、そしてまた膝蹴りを放っていきます。ですから内山さん、はい、あのこの戦いですよ、おっと、はい、圧力を加えていくペットサムイでありますが、まあ、どう対応してくるかですよ ね、 そうですね、まあ、パンチャーでもうまいですね。リラストレートを放っていきます、そして左のローキック、しかしカーフを返していきます吉田陣、右のカーフキック、負けたか負けたか、さあそしてリック、下がって、威力がありますペットサムイ、合わせろ合わせろ、さあこのローキックが左足を盗まれていきます、最後のボールを決めた、ダウン、これがラジナルダンスタジアムで頂点に立った男ですから、ファイダウンを取りました、ゆっくりと立ち上がった吉田陣、まだ1分40秒あります、逆転の KO を狙うか、ミドルキック、前も逆転やから、そうこの間も逆転したんですね、ただダメージが残っているか、ライセン、さあ打ち込んでいく、負けんな負けんな、左キック、ペットサムイの攻撃、左キック、吉田、しかしは右だ、アッパーを放った、膝蹴りだ、さらに膝蹴り、顔が下がっているところに膝蹴りを見舞っていきました、回復しろ回復しろ、一旦ここは左のジャブから離れたところから打っていこうというペットサムイ、マイケル放っていきます、右から左ボディ、しかし右ストレート、さあペットサムイアッパーだ、そして膝蹴り放っていった、膝蹴りだ、ラスト1分、そして左ボディからさらにはカーフキックを放っていきました、ペットサムイです、痛そう、やばい、崩した、ダウン、足痛いわ、足痛いよ、残り時間は50秒、立ち上がることはできるか、足にダメージが来ている左足、痛む転換した陣、やばいね、立ち上がりました、今この段階でこれだけハイレベルな相手を経験することは吉田陣にとっては糧になるはず、さあカーフキック、一覧でこんな効くんだ、いやーやっぱり強いな、強い、これぞ元ラジダムダン王者の力です。以上 TK をもちまして、ペットサムイ志村が吉田陣の目の前に高き壁として立ち上がりました、KO 勝利を収めています。いやでも甲子園、この段階でこれだけレベルの高い相手と戦うというのは吉田陣にとっては大切です。いやもうこれは大切で、めちゃくちゃいい経験になりますよ、はい、まあ吉田陣はほんま背負うもんがあるから ね、 そうですね、こんなんじゃくじけないですよ、足に効いていました。西岡さん、はい、いかがでしたか。やっぱり、まあ236戦、やっぱ経験値がね、やっぱ違うので、はい、これはアスリートとしてかなり得意というか、でもそこに立ち向かったこの吉田陣選手、素晴らしい勇気だなと思いますね。そうですね、はい、ちょっともう今左足の感覚はないかもしれません。カーフキックはですね、甲子をかなり効いてましたからね、はい、いや効いてます、前半逆に効かすかなと思ったんですけど ね、 ね、やっぱそこら辺の力もやっぱあるんですね。ヘッドサム志村の方がですね、かなりその後、まあ、アッパーもそうだったんですけれどもね、カーフキックもね放ってね、どんどん吉田の左足を痛めていきましたからね、
ちょっとこれは今はちょっと足を気づきながら歩けるかもしれませんが、春井選手、はい、見事勝利しました。ベッドサム石村選手は、まあ、でもやっぱり僕も安原静江様よりトロフィーが負けましたし、はい、成り上がりがある皆様より勝利者賞金10万円が贈呈されます、はい、成り上がりでできるなんかほんまもう素晴らしいことだと思うんで、僕はもうしっかり、はい、まあ、浩二さんにも感謝して成長するしかないですよね、はいはい、第16試合はプリティマドンナプレゼンツ62キロ契約のキックボクシングで、このベッドサム石村が吉田陣を破っています。いや、内山さん、はい、さすがでしたね、ラジダムナのチャンピオンは。やっぱね、ラジダムのチャンピオンだけやっぱ ありましたね、本当に、それではベッドサム石村選手に、スロースターターでも何でもなかったですね、序盤中からね、まあ、強いパンチと蹴り、こんにちは、ありがとう、皆さん、今日僕勝つ KO で、近藤チェア、僕は海のやりたい、燃えたいルール、来週に行きます。ありがとうございます。これ会場、あ、入ってますか、入ってますね、コーチよ。はい、梅野って、梅野源氏ですかね。選手退場。あのひょっとこ、成り上がりに呼びますか。まあでも、はい、なんか最近ね、来週でも梅野選手、はい、メーターやってるじゃないですか。そうですね、肘やりルールね、そんな肘やりやったことないような、ね、素人とばっかりやらんと、ペットとやってほしいですね、はい、まあ、じゃあもうちょっとひょっとこ VS、 ちょっとひょっとこ VS ペットサムエ、ペットサムエ、はい、ちょっと僕交渉します、ひょっとこ呼びます。あれ弱いからな、でも仲悪いの。あ、弱いです、仲悪いというか、これまでライジン俺に負けてるんだ、あいつは弱いです。コージ負けちゃったらな、ああ弱いですよ、でもね、また今度ライジンも参戦しますからね、はい、今本当に人気急上昇中の、はい、やばいだろう ね、はい、俺が生んだスーパースターですよ。そうです、そうです、コージ選手の試合がきっかけになりましたよね。そうです、はい、さあということで、これぞラジャのチャンピオンという力を見つけました。さあそれではね、この後も続々と試合続いていきます。たどり着きたいですね、平山選手に。攻防も上手くなってるんで、平山陣にたどり着きたい。まあ僕は根性一択ですね。格闘技は根性。まあ今まで空手の練習のみしかしてなかったんですけど、ボクシングを取り入れて。日本一の空手スピリッツ、春山。周りからいろいろ環境も変えて、まあ家族も落ち着いたので、しっかり今練習できてる状態です。あんなタイプとやったことないんで、ぐちゃぐちゃというか、まあ喧嘩自慢じゃないけど、あんなのやったことないんで、まあ油断せずに、まあ実力見せて平山選手にもう一回たどり着きたいっていうのは自分の本心なんで、そうですね、まあ新生第二形態の春にしたろうかなと思ってます。はい、まあ僕は根性一択ですね。移住人格者の介護士ファイター、高田直也。前回の成り上がりボリューム1で平山さんとやられてて、まあ、結構大物の方とやられてるんで、これも絶好のチャンスだなと思ってるんで、正直、まあ、倒すってのは1分 KO しか狙ってないんで、正直3分もいらんと思ってます。バチバチの殴り合い楽しみにしてるんで、とりあえずは殴り合いましょう。めちゃめちゃ殴り合いたいっておっしゃってたんですけど、まあ、多分殴り合えないと思いますね。すごいと思います。食うか食われるか、春谷 VS高田直也。第9試合、大広ホールディングス株式会社プレゼンツ、ウェルター級キックボクシングルール3分1ラウンド、春谷 VS 高田直也。青コーナー、高田直也。正直1分 KO しか狙っていない、3分もいらない、そう話をしていた高田直也。赤コーナー、春谷。しっかり実力を見せて平山選手にもう一回たどり着きたい、そう話します春谷。青龍会館の大会って顔面ありなんですか。はい、顔面ありです。ありなんです。顔面あ、じゃあ慣れてるんですね。都心から発生してますんで、
ですからそこで優勝経験があるっていうのはものすごい実績になりますね。顔ありのフルコンタクトとかなり違いますからね、そうですね。パンチはダメでしょ。はい、パンチダメです、ね、正当外観パンチはダメだよ。あ、パンチはダメ、ダメは、蹴れば蹴れば OK ですね。あ、OK OK OK。 あ、じゃあやっぱりまあ一般的なやっぱり空手のフルコンタクトの試合の優勝者ってことですね、はい、そうですね、はい、失礼。さあ始まりました。まずは第1ラウンドになります。オーストックスタイルになります。ガードを固めて前に出ようというところのハリアでありますが、右の服を出していきました。お蹴りは重そうだね。そうですね、右左左左お互い大きいと、クッセンダウン取った、ダメージが来ている、効いたね。なんと立ち上がったハリアではありますが、高田がまずはその拳で沈めた。もう無理やな、無理。さあファイティングポーズを取ろうとしているハリアでありますが、再開だ、右さらに前に出る、高田の圧力、右、そしてお互いそして一方のハリアも返していきます。前蹴りを出していきますが、スマッチ足をキャッチしていきました。当たったもん勝ちみたいでしょう、ね、そうですね。どちらがこの後おその拳を浴びせるか、ニック、いや、ダウンダウン、これはダウンではないということですね。右、あ、聞いた聞いた、あ、ここでダウンを取りました。危ない危ない、2つのダウンを取っている高田、聞いてる聞いてる、危ない、立ち上がったハリアではありますが、再び平山陣の元に向かうための負けられない一戦、逆転を狙っていくハリア。しかし右、高田がどんどんこの拳を暴発させる。さあ高田の攻め、右、そして左右のコンビネーション、外側から襲いかかってくるフック、アッパーも出していく、倒しきれるから、そして右フック、右だ、ていきますが、しかし足元崩れました。疲れそう疲れそう、ちょっと高田フルスロットルで向かっていきます。右カウンター、腹切り腹切り、やばい。さあさらには右ック放っていきます。抱え込んだ形、ちゃんとブロックはしてるな。でも、そうですね。そして右返していきました、ハリアでありますが、ただここで右のストレート、そして最後の服を出しているアッパー、高田前蹴りを放っていきました。ハリア、いや、わからんな、わからん、あと1分20秒ありますからね。1分15秒です。右のボディを放っていきました。さあ乱れ打ち、お互いに拳をがむしゃらに振っていきます。危ないですね、これ。そうですね、これこそ当たったもん勝ちやな。次の一撃が当たったものが勝利をものにするのか。ラスト1分、やっぱもうお互い打つとき顎を思いっきり出てるから、なるほど、当たった時のダメージがね、軽くて効いちゃうんですよ。そういうことですね。左右の服を放っていく、左右の服、さあ高田、体を密着させ放っていく、左フック、返していきました。打った方がいいな、内側から放っていったハリア、高田選手打った方がいい、もうそんなもっと遠い距離で打った方がいいな。疲れた、なるほど、腹にどうだ。さあ前蹴りから、そして前に出る高田ではありますが、しかし膝放っていきます。ハリア、ハリアはこのラウンド2回ダウンを取られています。逆転の一発 KO を狙っていきたいハリアでありますが、このままでいきますと、おっとこれは効いている、なんと止められました。まさらそうや、 KO 勝利を収めた高田直也、見事 TKO 勝利により勝者、顔のパンチに対する高田直也、慣れに差があると思う。じゃあ改めてご覧いただきましょう。この右のフック、そして右のストレートからまた思い切り振っていきました。まあハリアも左を振っていったんですが、この右です。いや、バレンタインさん、はい、これはさすがに効きましたね。そうですね、やっぱり、パンチに慣れてくると、当たった瞬間にやっぱりこうなんて言うんだろう、そのここにもらったらいけないっていうのを、はい、感覚的に分かるんですよね。でも多分その差が出てるんだと思います。成り上がりがある岡本花様よりトロフィーが、成り上がりがある斉藤康夫様より勝利者賞金10万円が贈呈されます。まあ、相手が今回平山仁と戦っているハリアということもありまして、まあ、自分にとってはチャンスなんだという話をしていました。平山仁と戦ったハリアを破っています高田。仁選手とやった時は、何で KO されたんですか。あの時は右じゃないですか。右ですね、それでは、はい、高田直也選手より一言お願いいたします。はい、倒しましたね。さあそれではマイクです。おっす、まあ、僕、まあ、勝てるんかなっていうのはまあ正直ずっと思ってて、みんなの支えがあってここまで来て、まあ、一つだけ伝えたいことがあって、僕、お母さんの方が
昔から難病で、小学校から難病で、中学からずっと迷惑ばっかかけてきて、どうしようもない男やったんですけど、絶対お母さんを幸せにしたいと思ってて、まあ正直これも見てるかわからないんですけど、僕が絶対成り上がって、将来絶対お母さんにいい思いしてもらうために、絶対これからも成り上がっていきたいと思います。おっす、皆さんありがとうございました。親孝行への一戦になりました。高田直也になります。まあ、介護士としても選手退場、その傍ら格闘技もやっているという、高田直也になりますが、改めて、春木選手いかがでした。そうですね、うん、まあ、春木選手空手の実績ももちろんすごいし、はい、まあ、でもそれをなんかこう過信してるというか、うん、まあ、全くの別物なんで、はやっぱりそこの気持ちの差が出てるのかなと思うし、うん、まあ、厳しいこと言うと、はい、まあ、もっとちゃんと自分を見つめ直してやってほしいなと思いますね、うん、なるほど、はい。さあ、そして青木さん、はい、青木選手どうでした、この試合は。やっぱりこう顔殴られるのに慣れてないっていうのはありますよね。お、はい、まあ、それは随分違いますよね。まあ、でも慣れてないって言っても前回からなので、まあ、何かしらの手は考えなきゃいけないですけど、あの高田選手のガッツが良かったですね。そうですね、はい、そして内山さん、内山さんどうご覧になっていらっしゃいましたか。はい、まあ、やはり、ね、3分1ラウンドなんで、はい、まあ、もういったもん勝ちですね、ああなっちゃうとやっぱりガードもちゃんとできてないんで、はい、どっちかがもう当たったもん勝負になってしまいますから。なるほど、はい、もう少しガードとかね、少しはこうちょっとやった方がいいかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。